皆様お暑い中大変お待たせいたしました。それではただいまより記者発表を開始いたします。まず前方の動画をご覧ください。先ほど B リーグより正式に発表がございました通り、長崎ベルカのホームとなる長崎スタジアムシティのアリーナで2026年 B リーグオールスター開催が決定いたしました。長崎スタジアムシティプロジェクトはサッカー専用スタジアムを中心にアリーナ、オフィス、商業施設、ホテルの複合施設として2024年の開業を目指して建設を進めております。本日は長崎スタジアムシティが立つこの場所で観光都市長崎として最高に楽しいオールスターを開催したいという意気込みですとか思いをお伝えできればと考えております。それでは早速本日の登壇者をご紹介いたします。お名前をお呼びした方はその場でご起立いただき一言、オールスター開催にかける思いとご挨拶をお願いいたします。まずは長崎県知事大石健吾様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました長崎県知事の大石でございます。まずですね、2026年の B リーグオールスターがですねこの長崎で開催されるということが決定したことを本当に心から嬉しく思っています。ベルカの皆さんにはですね、5月に B1 昇格といったこともありましたけれども、それに続いてこんな素敵なワクワクするようなイベントをですね実現していただいて本当に感謝を申し上げたいと思います。県民と一緒にですね、本当に感謝を申し上げたいと思います。でその、立役者といいますかここまで頑張ってきてくださった岩下社長をはじめ、伊藤社長また関係の皆様方本当にお祝いを申し上げたいというふうに思います。B リーグのオールスターがこの長崎であるということになりますと本当にいろんなところから来てくださると思いますので、この長崎の良さをですねもう長崎市はもちろんでございますけれども京本市長来てくださってますけれどもそれ以外のところにもぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思っています。このオールスターをきっかけにこのバスケット県民の皆様のバスケットへのこう熱量といいますかまたベルカへの愛情がですねより深まることをそれを期待しているところでございます。本当に今日はですね素敵なイベントを報告をいただきまして本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして長崎市長鈴木史郎様どうぞよろしくお願いいたします。はい、長崎ベルカ関係者の皆様、この度はですね、B リーグのオールスターの長崎開催決定ということで誠におめでとうございます。 B1 昇格についての起報ということで心よりお喜び申し上げます。オールスターではですね B リーグのトッププレーヤーにこの長崎に集まっていただいてハイレベルなプレーを見せていただくとそれによって子どもたちそして市民の皆様にですね夢と希望と感動を与えていただければというふうに思っております。2026年1月ということでまだ2年半ぐらいあるわけでございますけれどもこの2年半の間にこの2年半の間にまた長崎はですね大きく変わると思います。とりわけ今まさにこの建設現場であります
スタジアムシティ、まあ、これが、来年、開業するわけでございます。まあ、これによって長崎の町、まあ、これまでですね、あの歴史と文化、これがですね、大きな魅力でございました。そしてそれと同時にですね、新しい魅力が次々と加わっている、まあ、その最たるものがこのスタジアムシティだというふうに思っております。まあ、そういう意味ではですね、2026年1月の時点ではですね、まあ、スタジアムシティというですね、まあ、長崎観光、長崎の魅力のですね、キラーコンテンツが新たに加わるということで、あの大変あの心強く思っております。この、オールスターの機会にですね、ぜひ、長崎 の、 あの県内外からですね、たくさんのお客様がこの長崎市に訪れて、まあ、そしてですね、まあバスケットボールの、プレーを堪能していただくと同時に、この長崎の魅力を、思う存分堪能していただければというふうに思っております。長崎市としましても、長崎県、そして、長崎ベルカの、皆様と連携しながらですね、しっかりと、その準備に当たっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、長崎県バスケットボール協会会長、御手洗義郎様、よろしくお願いいたします。長崎県バスケットボール協会会長をさせていただいてます、御手洗です。よろしくお願いします。まず5月14日でだったと思うんですが、B1 昇格をいたしました。そして今私たちバスケットファンは10月7日の千葉ジェッツとのホーム開幕戦をワクワクして待ってます。そしてスタジアムシティの完成もこれまた楽しみにしております。楽しみにしていたんですが、本日はまたもっとビッグなオールスター開催という、非常にもう感動感動の一報をいただきました。バスケットの代表として、ものすごく感謝し、そして、これからまた見に行く機会をたくさんいただいたことに感謝します。そして今思うのは、チケットが取れるんだろうかなとい う心配もしております。まあ、ここまで、やってこられました岩下社長、それから伊藤社長、社員の皆様、スタッフの皆様のご努力に感謝いたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、株式会社長崎ベルカ代表取締役社長、伊藤拓磨よりご挨拶いたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、長崎ベルカの伊藤です。よろしくお願いします。今回オールスターを誘致するにあたって、長崎県長崎市をはじめ、たくさんの方からご支援いただきました。本当にありがとうございます。チェアマンもおっしゃっていましたが、本当にまずはスタジアムシティという魅力的な、コンテンツはありますが、それ以上にやはり長崎市のバスケットボール熱、長崎県長崎市のバスケットボール熱があったからこそ、このようなオールスターが開催されることになったと思います。本当に B1 を昇格してからですね、本当に日々バスケット熱を感じることが多いです。本当に選手と話している時もですね、去年以上に街の皆さんに声をかけられるようになったというふうに聞いております。以前は長崎ベルカの選手だっていうところから、何々選手っていうふうに名前も覚えてもらってるっていうことなので、本当にこう長崎にバスケットボールが根付いているなというふうに感じております。先ほど会長もおっしゃっていただきましたが、なんと B1 の開幕戦が千葉ジェッツということで、本当に盛り上がると思います。チケットの方もご心配していただいておりますが、本当に現時点でですね、シーズンチケットの方が約1500は、ほぼ確定しているという状況です。これはですね、B リーグ去年で確か一番多いクラブでもですね、シーズンチケットが1000ちょっとだったので、可能性としては、シーズンチケットとして B リーグのこれまでの記録を塗り替える
可能性があると思っています。それぐらい長崎ではバスケットボール熱が高まっている、そしてこのオールスター開催されることにさらに高まると信じております。本当にその時にはですね、ベルカの選手1人と言わず2人3人選ばれるようにしたいと思いますし、チームの方もどんどん強化していき、そしてクラブ全体としてもより魅力的なクラブにしたいと思い、そしてオールスターに来ていただいた県外の皆様、日本中の皆様に長崎の素晴らしさを伝えればと思います。皆さん、これからが大切だと思うので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、株式会社リージョナルクリエーション長崎代表取締役社長岩下秀樹よりご挨拶いたします。よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは、リージョナルクリエーション長崎の岩下でございます。まずは先ほど島田チェアマンの方から、発表がありました通り、この長崎スタジアムシティの、アリーナにおいて、オールスター開催できることを本当に心から嬉しく思います。先ほども、大石知事、そして鈴木市長、三田来会長の方から、お祝いの言葉もいただきましたけれども、もちろん私たち、リージョナルクリエーション長崎そして長崎ベルカによって、この企画進めておりましたし、成功に向けて、頑張りますけれども、先ほどリーグからの発表で、合格したということは私聞いてたんですが、まさか千葉のよりさらに上の、1位の評価をいただいていたということはちょっと驚きでした。これはですね、もちろん、長崎ベルカの活躍もそうです、長崎スタジアムシティへの期待感もそうだと思いますけれども、やっぱり、それも含めて長崎県長崎市が、評価されたことだと私は思っています。オールスター開催されると普段のバスケットボールの観戦とはまたちょっと違った形でよりエンターテインメント性の高い、ファンの皆さんたくさん長崎にいらっしゃいます。ここから先、素晴らしい企画に磨いていけるかどうかはもちろん私たち努力しますけれども、これから先も行政の皆さんそして協会の皆さん、さらには今日こうやって発表したことによってこれからファンブースターの皆さんとともに残り2年ちょっとどこまで磨けるかによってこの決定をさらに大きなものに、長崎すごいなって思ってもらえる大会にできるかどうかは私たち含めて皆さんの熱量もかかっていると思いますので、ぜひ今年も10月から開幕しますけれども昨年以上に応援していただけると嬉しいなと思います。そして長崎スタジアムシティ、ただいま工事進捗、そうですね、だいたい 30% ぐらいのところに来ました。ここまで、今回はアリーナの工区ですので、戸田さん、城滝さん、谷川さんの JV によって、そして、それに関わるたくさんの関連企業の皆さんによって、非常に厳しい情勢だとは思うんですけれども、ここに至るまで、大きなトラブルそして遅延なく、工事進んでおります。この場を借りて、御礼申し上げたいと思います。ここから先、ハードが出来上がっていくとともに、その中でどんなコンテンツが提供されるのかっていうのを、皆さん本当に楽しみにしていらっしゃると思いますんで、オールスターを開催するというスタート、これをきっかけとし、これからアリーナで、本当に皆さんが心から楽しめるような企画、どんどんして、そして発表していくような1年半を、これから過ごしたいなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいですし、こういう機会を機に長崎の皆さんが、このイベントに、たくさん便乗していただいて、より長崎が盛り上がっていけばいいなと、これはバスケットボールに限らず、長崎という街が注目される瞬間だと思いますので、ぜひ皆さんと一緒に力を合わせて、成功させたいなと思います。我々も頑張りますので、皆さんも楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。登壇者ご挨拶は以上でございます。続きまして、
オールスター開催地決定に関する思いや背景を株式会社長崎ベルカ取締役田川武則より説明いたします。田川さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。長崎ベルカの田川です。本日ご来場いただきありがとうございます。先ほどですね、4時から、B リーグの方で記者会見ございまして、島田チェアマンより発表がありました。私の方からですね、今回決定に至った、背景であったりとか、我々長崎がどういった提案をしたのかというところを少し補足説明させていただきたいと思います。まずですね、先ほどのチェアマンの方から発表がありました。思っていたよりも結構詳しく背景であったりとか選定ポイントというのを公表いただきましたので、そこの発表内容と合わせてお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、長崎が一番評価されたポイントはコンセプト、オールスターにかけるコンセプトというふうに、チェアマンの方から評価をいただきました。どんなコンセプトを掲げたのかというのは今、画面の方にも、掲げておるんですけれども、まず、長崎として提案、 B リーグに対して提案した、コンセプトはですね、B リーグの可能性を形にというコンセプトを掲げて提案の方を行いました。バスケで日本を元気にというのがB リーグが掲げているコンセプトでございます。実際にですね、そのビルが掲げるコンセプトを具体的なこう実績に変えていくというのが、この長崎でオールスターを開催する一番の強みであるというのを、我々の方からプレゼンテーションをさせていただきました。提案の方をさせていただきました。大きく3つの軸で可能性を引き上げるというコンセプトを掲げて、まず1つが地域の可能性、エンターテインメントの可能性、スポーツビジネスの可能性と、この3つの可能性を引き上げるというコンセプトを掲げて、リーグの方に提案をしてまいりました。でその中の一つですね、まず地域の可能性というところに特に、注力して、提案書の方を、作成いたしました。この点も一番リーグの方から評価されたポイントではあるんですけれども、一つ長崎は、宿泊を伴う観光滞在型の集客ができるというところが、評価されたポイントでございます。長崎市の掲げるナイトタイムエコノミーですね、夜まで楽しい街であるというところと、B リーグが掲げる 2days 2日間開催されるオールスターをなるべくこう2日楽しんでいただきたい、そのためには、たくさんの方に宿泊を伴う形で、長崎に、足を運んでいただくというのが、我々も掲げたコンセプトでございました。でもう一つがですね、先ほどチェアマンの方からも、具体的に会見の中で評価をいただいたポイントではあるんですけれども、長崎という、観光都市長崎というところが、いろんな側面でですね、訪れた方々に、楽しみであったりとかワクワクを提供できるというのも評価されたポイントでございました。これですね、バスケだけではなくて、シティドレッシングと、言われている部分であるんですけれども、異なるテーマを持つシティドレッシングというのが実現できるというのも長崎の強みですというのを、強く、提案をいたしました。平和都市である長崎、平和をテーマにしたシティドレッシングであったりとか、環境であったりとか技術テクノロジーみたいなところもですね、テーマにできるといういろんな側面で、長崎スタジアムシティだけではなくてですね、その周辺施設で、B リーグオールスターに訪れた方々が B リーグが掲げるいろんな可能性をですね、この地で感じて、持ち帰っていただくというところが非常に評価されたポイントでございます。B リーグの方から発表ありましたが、先ほど岩下社長からもコメントあった通りですね、評価点が1位だったというところが明確に公表いただきました。これも私もちゃんと聞くのは実は今日初めてでして、そういった評価をいただけるというところは非常にこう嬉しく思いますし、我々クラブとしてもですね、2年間かけてその評価に見合ったコンテンツを、しっかり作っていきたいなと思いますので、また引き続き配信見ていただいているファン、ブースターの皆様と一緒にですね、
長崎ベルカ長崎ってすごいなっていう、街をこう一緒に作っていきたいなと思っております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきます。記者の皆様、ご質問の際には会社名、お名前と誰へのご質問かをお伝えいただきますようお願いいたします。なお終了時刻の関係上、皆様全員からの質疑応答ができかねる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。それではご質問がある方はその場でお座りのまま挙手をお願いいたします。スタッフがマイクをお持ちいたします。では、はい、お願いいたします。KTN の烏山と申します。本日は誠におめでとうございます。岩下社長にお伺いしたいんですけれども、まずオールスターゲーム2026年開催が決まった時の率直な、感想、思いというのを聞かせてください。はい、着座のままでよろしいですか。はい、ありがとうございます。そうですね、嬉しかったです。嬉しかったですし、25年じゃないのかとはちょっと思いましたけども、ただやっぱり開業、来年の24年の10月頃の開業で、ずっとこれまで私たち、秋頃とか10月頃とかっていうふうにお伝えしてますけれども、まあ、間もなく、24年の何月何日に、開業オープンだっていうこともそろそろ言える時期、まあ、言わないといけない時期に来てると思います。そしてそこから開業して長崎ベルカ、そしてビファーレン長崎も含めて、ワンシーズン通す中できっとまだまだ進化できるなと思ってます。スタジアムシティどうやったらいいものになるかっていうことをずっと考えてるんですけども、昨日考えていることと今日考えているということだとやっぱりまたちょっと違ったりもするぐらい毎日変化もしてますし、まあ、だからこそ26年の開催において、どこまでレベルアップできるかっていうことも含めて考えたときにすごく楽しみですし、これをきっかけに長崎を日本全国もしかすると世界も含めて、知ってもらえるいい機会になるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、長くなりましたけど心から嬉しいですし、非常に気が引き締まっている思いです。すみません、伊藤社長に1点だけいいでしょうか。オールスターゲームが長崎で開催されること自体初だと思うんですけれども、選手にとって、ファンにとってオールスターっていうのはどんな舞台なんでしょうか。はい、そうですね、シーズン の, ほぼ真ん中で開催されるんですけれども、やっぱり、レギュラーシーズンとは違う楽しみ方があるのがオールスターかなと思います。私たち長崎ベルカもですね、バスケット以外のところで皆さんに楽しんでもらえるような工夫はいつもしているつもりなんですけれども、オールスターでいうと試合そのものが本当に選手が派手なプレーをしようとしたりだとかもそうですし、試合前にちょっとしたコンサートのようなものがあったりだとか、本当に例えば長崎ベルカでいうとクォーターの合間とかにチアが出てきたりとかするのを選手自らがエンターテインメントになったりだとか、もう本当に、勝ち負けよりも、選手、クラブ、リーグが皆さんにどれだけ楽しんでもらえるかっていうのがオールスターなので、そこが大きく違うところかなと思いますし、本当にとは言いながらもやっぱりオールスターに選ばれる選手っていうのは日本を代表する選手なので、そういった選手のスキルが見れるというのも特にバスケットボールをしているお子さんにとっては素晴らしい機会なのかなというふうに思っております。その他いかがでしょうか。はい、では先方の記者様お願いいたします。日本経済新聞の若杉と申します。自治体は長崎市長崎県両方ということでよろしいですか。はい、で鈴木市長にお伺いします。先ほど島田チャーマンのお話で非常にその評価ポイントをいろいろ挙げられてます。で、経済効果についても重視したということと、あと水戸の大会ではですね、経済効果が 1.8 億円ですか、ね、そういう具体的な数字もあったものですから、
なるべく具体的に伺いたいんですけれども、一つはまあ今の時点でどれぐらいの経済効果があると見ているか教えてください。すみません、まだ今の時点でですね、具体的な経済効果というところまでは積算しておりません。ただまあ、これがですね、オールスターゲームが開幕されることによってですね、まあ、多数のですね、その観客が、長崎市に集まってくる、まあ、その、観客が、長崎市内でですね、そのバスケットボールのプレーを楽しむだけでなく、飲食を楽しむ、あるいは観光を楽しむ、他のエンターテインメントを楽しむ、まあ、そういった形でですね、消費を拡大する、まあ、この経済効果は大変大きいものがあるのではないかというふうに期待しております。もう一つお願いします。2018年に熊本でオールスターが開かれておりますが、その時は県外から 53% 来たということになっています。で、まあ、今回その長崎市の観光も含めてですね、宿泊も含めて期待しているということなんですけども、この点でもどれぐらい県外から人が来るか、で熊本の場合には新幹線が通ったとか空港があったということもありますが、今回は西九州新幹線もございますので、それを踏まえてどう見てらっしゃるか教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。ご指摘の通りですね、長崎も、まあ、昨年の9月に西九州新幹線が開業いたしまして、交通インフラもですね、一段と拡充強化されております。まあ、そういう中で、このオールスターゲームが、まあ、行われるということ、まあ、これはですね、まあ 県外からもですね、たくさんの、お客様がいらっしゃるということは期待できるというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。続きましてご質問いかがでしょうか。ではネイビーのポロシャツの方お願いいたします。長崎新聞の副島といいます。伊藤社長にお聞きしたいんですけれども、まずこのプレスリリースの中にもその長崎スタジアムシティならではのオールスターということで書かれていて、先ほどのコンセプトは説明をいただいたんですけども、まあ、ちょっと2年半先ということでまだ具体的に決まってないところも多いかと思いますが、このならではというところで今現時点で 何かこうはっきり決まっているものがあれば教えてください。はっきり決まったものはまだないんですけれども、先ほど皆さんのお話を聞きながら私の中でいろいろ想像はしております。本当にやるからには本当に経済のお話をされたりだとかエンターテインメントの話をされたりするんですけれども、本当にやるからには、今まで B リーグで行った一番良かったというふうに思ってもらえる、オールスターにしたいなというふうに思っております。2026年に、B リーグは新しいリーグに新リーグというふうになりますので、まあ、そういった意味ではもしかしたら B リーグというオールスターは最後の年になるかもわからないです。その年にふさわしいもういろいろな面で本当に皆さんの記憶に残るようなオールスターにしたいと思いますので、本当にまだまだ全然今の詳細については決まってはいないんですけれども、もうこれだけの県の皆さんや市の皆さん、そしてパートナーさんであったりだとか、こう長崎皆さんのバスケット熱があるからこそ、今まで行われてこなかった本当に素晴らしいものにしたいとまだふわっとですが思っております。本当に最高のものにします。はい。であと1点確認なんですけれども、まあ、クラブ補足してまだ間がないということを考えると今回初めての応募だったということでよろしいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。大丈夫ですかね。はい、ではご質問以上のようですので、少しお時間早いですけれども質疑応答を終了とさせていただきます。それではライブ配信もこちらで終了といたします。ご視聴いただきありがとうございました。